ワスプマイナス38はヘルクレス座にある急等星。スペクトル分類では F 型主系列星に位置する。2010年にワスプマイナス38の周囲を公転している惑星が発見された。この惑星は木星の約2.7倍ほどの質量を持ち、恒星から約0.07個 au 離れたところを公転している。二千十九年、世界中のすべての国、 または地域に一つの境外惑星系を命名する機械を提供する i a u 1 0 0ムエクセワールズプロジェクトにおいて WASP-38 はスロベニア共和国に割り当てられる境外惑星系となった。このプロジェクトは国際天文学連合100周年事業の一環として計画されたイベントの一つでスロベニア国内での先行国際天文学連合への提案を経て 太陽系外惑星とその主星に固有名が承認されるものであった。2019年12月17日、IAU から最終結果が公表され、ワスプ -38 は、イレーナ、ワスプ -38B は、エストークと命名された。彼らは、スロベニアの作家フラン・セールスキー・ファインツェガーの小説ポットス・ォーバードニム・センチェム。 ポーベストダバナイデディブの主人公で、イレーナは裁判所の女性、エストークはスラブ人の自由のために戦う戦士である。ありがとうございます。